あ、違う。俺たちに限界はない。遠藤君、諦めの悪いことだ。その遠吠えは破滅を招く。ふ、諦めが悪いのも俺たちの必殺技と言えるんでね。ほう、そうだ。どんなピンチの時だって俺たちはクソ勝ってきたんだ。宇宙人だ。圧倒的なエイリア学園の実力、駆けつけてきたゴーエンジも奴らから点を取ることはできず、次々仲間が傷つけられ、俺たちはついに、そう、完敗したんだ。ちょっと最後、一つ前の文の最後読めなかった。くそ、そんな。ゲームセットだ。今から破壊を開始する。そんな。邪魔だ、弱き者よ。待て。遠藤君、ダメだ。遠藤、これくらい大丈夫だって。大した怪我じゃないんだから。ここでもう脱落か。シシド、影の、ハンダ、マックス、勝林もか。うわ、何 ?1、2、3、4、5 人も脱落した。きっちぇ。それにさ、怪我しちゃったのは僕たちの鍛え方が足りなかったからだよ。そうですよ、特訓しましょう、キャプテン。いてて。ダメだ、無茶するな。すみません、でも俺悔しいんです。もっと俺に力があれば、そしたらあんな奴ら操つけれるのに。みんなの気持ちもわかるけれど、今は怪我を治してくれ。キャプテン、安心しろって。みんなの仇は俺が取るな。すまない、俺の力不足だ。気づいていたか、エイリアはこの前の試合で一度も技を使ってこなかったんだ。もし奴らが本気を出していたら、俺たちだって今頃どうなっていたか。なあ、俺たちがあの時エイリア学園に勝っていれば、カサミノを守れたんだよな。みんなだって怪我なんかしなくて済んだのに。夏美だ、その通りね。夏美さん。でも破壊されているのはカサミノだけじゃなくてよ、今この瞬間にもエイリア学園は日本中で破壊をし続けているの。そんな時にあなたたちはこんなところでいじけている場合なの？一刻も早くエイリアを止める、それがあなたたちの。いいえ、フットボールフロンティア優勝者の務めではなくて。夏美さん、よし、それじゃあ行くぞ。あ、いて。遠藤君、無理しちゃダメだよ。遠藤君だって怪我してるんだから。でもやらなきゃ。そうだ、やらねばならん。響監督、お前たち急いでライモン中グランドへ来てくれ。総一郎が待っている。ライモン理事長が待っている。お父様がグランドで、一体何かしら。もしかして次のエイリア学園との対戦に向けて特訓するのか。全く相変わらずのんきな人ね。でもこのままじゃ俺たちも気分が落ち着かない。グランド行こうぜ遠藤。グランドに何が。ライモン中に行こう。はあ、早かったなお前たち。いや、では